キチャンネル。じゃん。さあ月曜日ソチェックね、もう8月、もうお盆も終わってですね、もう残り各チーム40試合切るか切らないかっていうところのね、残る試合になってきましたけどもね、どうなっていくのかっていうね、ところでまだまだどの球団も優勝もしくはクライマックスシリーズ争いまだ可能性ありますからね、皆さんのチーム状況最後まで見て、皆さんも修行してください。佐々木とこの総チェックを1年間通して見続ける修行っていうね。でも最近いろんなところで聞くんですけど、メディアの方々とかアナウンサーの方々もこのなんか総チェックを見て各球団の情勢を調べてるみたいなんですよ。情報源になってます、佐々木チャンネルはね。そういったところでどういう見方があるのか、こういう見方があるのか気になって本職の人も確認しに来るっていうぐらいですから、ファンの皆さんも確認していかないとね。耳が痛いものは聞かないじゃつまんないですよ。耳が痛いこととか言われたくないこともしっかり聞いて確認してどう成長していくのかね、どう改善しなきゃいけないのか。里崎は誰にも忖度しないので、ダメなものはダメというし、いいものはいいと言いますね。というところで皆さんもね、見ていきましょう。月曜日です。はい、ということで、今回パ・リーグから、ロッテ対日本ハム、12日3対2でロッテ勝ち、13日10点中止、14日3対8で日本ハムの勝ちということで、1勝1敗の5分という形になりましたけども、12日ね、3対2でロッテサヨナラ勝ち、ロッテ先発石川ね、6回3分の2、101球5安打、8三振1四球1失点と、まあ緩急もついてほぼ完璧なグッピッチングだったんじゃないでしょうか。これで勝ちがつかないっていうところもね、マリーンズ投手陣の今年1年間悲劇です。はい、日本ハム先発ポンセね、4回95球4安打4三振3四球2失点と、まあ打たせて取る持ち味は出したかなと、まあ100球がね目安の交代っていうところもあるんで、まあ4回で95球と、で5回投げれば、まあ、110球超えちゃうかなっていうところでね、この4回で交代したのかなと。で、まあ日本ハムはね、チャンス少なくね、よく追いついたんだけども、最後は自滅で負けるっていうね、ところで、まあロッテもね、チャンス多い中、こちらは、チャンス多い中、1本出ず、バンド失敗もあり、ミスで追いつかれるも、ヒロミナイトです。もう、どんな試合やっていうね。ロッテはですね、1回、3回、4回、5回、6回、7回、ほぼチャンスです。その中で、3点しか取れないっていうね、この打線よ。1回もね、いきなりフォアボールをね、2つ、取って盗塁も重ねて、2アウト1、3塁から、佐藤俊也、三振。2回はね、安田のヒットと、レフトの、茶谷の、プロ初ホームラン。グッチ、ナイスホームラン。ね。で、2点を取って、で、3回。高部、サード氷の悪送球。バッと。ね。で、中村フォアボール。ノーアウト1、2塁から、マーティン三振、佐藤ショートフライ、井上三振と、チャンス作るも無得点。4回。安田センター前、茶谷アウト、松川三振、荻野内野安打、2アウト1、3塁から、高部、セカンドゴロ。ね。ここら辺はポンセの持ち味が、打たせて取るっていうね。で、5回。もう毎回チャンス。毎回ビッグチャンス。中村レフトにツーベース、ノーアウト2塁からマーティン三振、佐藤ファールフライ、井上サードゴロ。どうしたんやっていうね、もう打順の作りが悪いんちゃうかっていう、ここまで来ると。で、6回ツーアウトから松川、フリーディーエバッと止めよう。で、荻野内野安打、で、高部フォアボール、ツーアウト満塁から中村セカンドゴロ。7回、先頭マーティンフォアボール、で、佐藤打てないからバント送りバント失敗アウト。しかも岡戻り切れず、バッと。しかし、サード佐藤、グップレー。ナイスファインプレー。素晴らしい。ね。で、アウトと。チャンス拡大できず。ほぼ、もう、ほぼ確変です。ほぼ確変なのに当たりが来ないっていうね。どんな機種やっていうね。日本ハムはね、5回表に万波が、ね、シンカー、ちょっと甘め入ってきたところをね、センターバックスクリーンに1点取って、ね。で、6回表も、野村のね、レフト、打った瞬間、完璧やと思ったね。一打が、強風で戻されて普通のレフトフライ、アンラッキー。よくある、これあるある、マリンのね。で、日本ハムはね、9回表ピッチャーマスター出てきました。2対1です。で、ここで先頭近藤フォアボール、で、代走中島、ここで盗塁走っとけども
松川が刺して、ね、若干ファースト側にそれるけどもうまくタッチしてね、アウトになって今川もアウトにとってツーアウト、佐藤ライト前、杉谷フォアボール、ツーアウト1塁からワールドピッチバーッと。松川増田の時よくそらすね、後ろにこう開幕から見ててもね、だそういったとこう遅いんだよね、ブロッキングの形に入るのがね。で、あ、2、3塁になってきっちりその次のねインコースのストレートまっすぐね、タイムリーっていうね。でこれがね一番ダメなパターンね、キャッチャーの配球的に。これなんでかっていうとね、1点差で勝ってますと、2アウト1、2塁変化球ワンバンなりました。でそれを反らしてワイルドピッチになります、3塁にランナー行きますってなった時によ、バッターはどう思う？ワイルドピッチして同点に追いつかれてないからひょっとしたらまっすぐ来るんちゃうかって思わないですか？俺がバッターだったら思うね。ワンパンで反らした後にもう一回変化球でワンパン行って反らしたら不安残るからまっすぐ来るんちゃうかってね思うんだよね。でそこをまんまとまっすぐ行って万波に打たれてんだよね。これはねもう大バットなんだよね、配球として。そう、打ち取るっていうところでね、もうそれはまっすぐがもう、じゃあ藤川球児とかね、もうまっすぐオンリーとかね、もうまっすぐがメインのピッチャーだったらまあ話もわからんでもないけども、それがメインじゃないピッチャーに対して変化球ワンパンして後ろを反らしたら次それにビビってまっすぐ来るんちゃうかってこう思うんだよね、バッターはね。でここでねキャッチャーの資質が問われるのは、もしくはピッチャーとして考えなきゃいけないのは、もう一回変化球を投げささなきゃいけないんだよね。ワイルドピッチしてもう一回変化球来るってやっぱバッター思いにくいんだよね。でそこを、ね、それがボールになったとしてもね、配球の時にマイナスになったとしても、そこはね変化球をいって自分のブロッキングの自信も保たなきゃいけないし、バッターにとってあれワンパン来てワイルドピッチもうしたくないやろ、絶対まっすぐやろって思ってる中打たれたらもう最悪なんだよね。だから俺はもうこれは今言ってるだけじゃなくてずっと言ってるんだけど、ワイルドピッチして三塁にランナーが行っても球種を変えてもいいけど、もう一回変化球で低めに投げさせなきゃいけない。だから俺はワイルドピッチした後にまっすぐ投げさせたことほぼほぼないね、ピッチャーが首振らない限り、もしくはもう明らかにもうまっすぐメインのピッチャーとかじゃない限り、小林正也のシュートみたいなねじゃない限りはもうほぼほぼ変化球で気合で止めるっていうね。だそういったところ、それまっすぐ打たれたら最悪なんだよね。で同点に追いつかれて、でも9回裏ワンアウトからピッチャーロドリゲス、高部センターもこれは 100% 盗塁やなんていうね、もうあのロドリゲス手上げたスタートやっていうね、このクイックの遅さね、きっちり走ったらキャッチャー清水ね慌てて投げてボーッとね、ショート寄りに流れてワンバね、ここでまあ一番キャッチャーダメなんだけど、ショート上川畑も体張ってでも止めなきゃいけないね、あれはね。でそれを後ろ反らして高部三塁で中村フォアボールね、敬遠でセカンドね、で盗塁して二三塁になって岡がね最後広見ないとレフト前ね、岡グッパって広見ないと、はい、というところでね行くんだけどもね、もう高部が三塁ランナーで岡バッターっていうことは多分もう作戦的にはギャンブルスタートなんだよね。ということは三振取るかポップフライ上げない限りほぼほぼ1点入るんだよね。でしかもロドリゲスはどっちかっていうとパワーピッチャーでツーシームを打たせて取りたいタイプってことを考えたらバッ、ね、当たりやすいねって考えたら、もうあそこは、まあ、ロドリゲスの押し出しの危険性があるから満塁にするのは厳しいけども、中村を歩かせることによって絶対盗塁するのは分かってるからダブルプレー無理、ホームギャンブルスタートでアウトにできるのか結構の確率でなかなか難しいぞってなったら、もう勝負の満塁策でも負けからになるけども良かったんじゃないのかなって俺は思います。はい、続いて14日3対8で日本ハムというところで、この日ね日本ハム先発加藤が、コロナでね休んでて約1ヶ月ぶりの、登板、しかもまあぶっつけって言ったところでね、どういうピッチングをするのかって言ったところだけども、ね、6回83球8安打5三振、無四球1デッドボール、ね、で2失点っていうところで、あの荻野にね先頭打者ホームランは打たれる もう持ち味のね、巧みな変化球のコンビネーション、緩急、しっかり腕も振れたっていうところではね、1ヶ月ぶりの、登板とは思えないぐらいね、素晴らしいピッチングを見せたっていうところではグッピッチング、ね、今規定投球回数いってないからね、これと規定投球回数いったらひょっとしたら最優秀防御率も狙えるねチャンスが来るんじゃないのかなっていうところでね、まあ、日本ハムはね、初回
ロッテ先発小島、ね、2回3分の2でノックアウト、61球7安打1三振、3四球4失点と、まあ、今年一番状態、ね、悪かったね、ここまでね、まあ、でも今まあ2勝8敗でも7勝2敗ぐらいでもおかしくなかった投球だからね、まあ、でもその中でもまあ一番今年一番悪かったっていうね、投球の中で日本はね、初回、上川畑、ね、ライト前ヒットで中島バンドで送って近藤がね、ショートへの内野安打でワンアウト一三塁からなんと近藤が小島の牽制に引っかかってアウトバッと。そんな慌てて盗塁する場面ですかっていうね。でこれでもう超ボンミス、だったところをね、でその後野村がフォアボールになってでツーアウト一三塁、ここでファーストランナー野村が盗塁、佐藤としてはセカンド投げてコンちゃんがねホームへ突っ込んできてダブルスチール成功、ニパウンドしたらグッ。俺ここ動いてくんのかな、でもこんな牽制でアウトになってるのに動いてきづらいけど動いてくんのかな、どうなんだろうと思ってたら動いてきたね、この積極的なビッグボス采配というところはグッとだったんですけども、この一番の問題はファーストランナー野村が明らかにスタート遅くてゆっくりいって、もう佐藤が投げるか投げないかどうかぐらいでもう止まってるのよ。でバッター今川で右バッター見えんじゃん、なんかあるって思うやろ。これがまた開幕当初ぐらいだったら分かんないよ。もう、もう全員、もう、全員が、ファンの皆さんも全員が、やるんちゃうかって思ってんだよね。100%。ね。で、やるかやらないか別だよ。でも、なんかやるんちゃうかってもう思ってんじゃん。思ってたら、もっと考えようよっていう。しかもよ、ファーストランナーがめっちゃいいスタート切ったら、話は別だけど、めっちゃスタート遅いのよ。しかも投げる寸前ぐらいで止まろうとしてるんだよ。っていうことはもっと前から止まろうとしてるわけ。ね、バッター右じゃん。見えんじゃん。じゃあ投げるなよっていうね。わかんじゃんっていう。しかも全員がなんかするんちゃうかって思ってんじゃん。ね、バッと。そこら辺もうちょっと視野広げてやってもらいたいよね。で、3回表。ね、まだ上川とセンターも。いいね、手話のバッティング。で中島ここがバントするのかと思ったらセカンドゴロでもゲッツー崩で近藤の時に、盗塁成功で近藤フォアボールで一二塁になって野村がねショートへ内野安打でここで満塁で今がねここで解説の一つエンドランとかあるかもね、あるかな、満塁でもやってきそうな感じもあるよね、何するか分かんないからね、まあでも、まあ、序盤だから1点ずつだったらいいよね。そしたら本当にエンドランしてきて今川空振りバットで挟まれてアウト、動いたら失敗するねっていうところでよ、その後甘いところにスライダー入ってきて今川が左中間抜けるタイムリーツーベースで2点取る、今川が空くって、ね、すいませんみたいな、あれこれ大きかったね、ここが多分今日この試合の一番のポイントだね。で、その後古川フォアボールで万波がレフトへタイムリーツーベースだけども、ここもねもう3ボールになってんのよ、3ボールになってんだったらもうこれフォアボールでいいじゃんっていうね、ここ打たれたらもう終わりだよっていうところでね、なんとなく真ん中投げてなんとなく打たれるっていうパニック状態っていう感じかな。でもその後3回にね茶谷がセンター前、茶谷がこの日ね追い込まれてから全部ヒット、もうダッシュ素晴らしい。で佐藤ショートゴロで荻野デッドボール、ワンアウト一塁から高部のねショートゴロ、もう 6-4-3 ダブルブレーカーと思ったらセカンド中島拓也後頭で暴投ね、そこで1点入るっていう。で4対2、あらまだ分かんないねっていうね、今日中島ねファーストも暴投ってちょっとスローイングねバットがね、でどうなるのかっていうところでロッテは4回5回6回8回またもチャンスめっちゃ作ったのに1本出ずっていうね、広畑頑張ったのよ2番手のね、いい形で締めてこの2点差のままだったらどうなるか分かんないっていうところでね、あの4回裏ね、そのワンアウトから岡のセカンドゴロ中島悪送球、安田がねツーベース、この日安田も出しょ、安田グッパッてね、2、3塁になってワンアウト2、3塁から茶谷見逃し三振、佐藤アウトっていうね。で5回も高部中村連続ヒットでワンアウト1、2塁ね、でここでダブルスチールしたらキャッチャー梅林がねサード無理やとセカンド投げてファーストの中村をアウトにする、グッズ判断とナイスショーイング、これ素晴らしかったね、ここのこの判断がねここの追加点を防いだって、ね、言っても過言じゃないんで、このプレーは大きかった。逆にロッテとしてはまだチャンス作ってんのに、点取れないっていうね。6回ツーアウトから安田茶谷が連続ヒットで、ここで代打の上初球のカットボール無理くり振ってファースト弱いフライバーッと、はい、で、7回、ね、ツーアウトから中村フォアボールで出て山口アウト
ていうところでね、で8回ツーアウトからだけども安田茶谷がヒットで代打レアードセカンドゴロアウトっていうね、もう毎回確変でも当たりこない、どんな機種やねんっていう、しかも2試合連続ロッテ対日本ハム長いね見てるからね、なんちゃんとね言いたいこといっぱいあるから、もう動きが多い、ね、で7回表ね今川フォアボールで古川送りバント万波アウトになるけども、佐藤がねカットボールカットボールついていって最後ねライトオーバーのツーベースでいって、この1点でね勝負決まったね。あと言わなきゃいけないのがこの8回表で、ね、ワンアウト2、3塁から野村のねサードゴロね、これが安田がホームに投げてランナーに当たって悪送球になって2点入るんだけどもね、ここでサード茶谷がね最初ね外がいるけども急に中入ってライン上来てね、でそれで当たってあの走塁グッ走塁よかったね、そう来ると思ってそれ避けてやんなきゃねいけないんだよね。でそういったところでいろんな人がねファーストは中入ったアウトになるのにサードは大丈夫なんですかって言ってね、これが大丈夫なんだよね、ね、もしそれがダメなんだったらもう確実に守備妨害でアウトになってるけどなんないっていうことはもう大丈夫なんだよね、逆に言うとあれしなきゃいけないんだよね中に入ってね、だから三塁ピックオフの時も俺はいつも戦場の中に入って万が一アウトになるより俺の体に当たってくれみたいなね、すると投げる方も気にするんだけども、安田もそれを気にしてもっと外して投げなきゃいけないのに、ああいうことが来るって分かってないってことは自分がランナーの時はああいうことをしないっていう風に思われちゃうからね、そういったところでは八地のねこの好判断走塁っていうのはね非常に素晴らしく、まあこの2点でねまあジエンドっていうね、でその後今川がね犠牲フライ打つんだけども、もうそれもね佐藤のね、変化球をこうまた手だけでいってね体でいかないでね松川手だけでいってワイルドピッチして、でその後ねスライダー行くんだけども、ここはですねよかったんだけども、その田中康がねまたワイルドピッチしたら困る、ちょっと高めに浮いてね犠牲フライっていうところでバーンとねっていうような試合展開ですよ。結局ね8対3で日本ハムの勝ちです。一勝一敗です。はい、さあ続いて、ソフトバンク対オリックス。12日3対6でオリックス、13日5対4でソフトバンクのサヨナラ勝ちで、14日2対10でオリックス、オリックスの2勝1敗の勝ち越しっていうねところになりましたけども、12日ね6対3でオリックス、オリックス先発竹安ね5回104球5安打5三振1四球3失点と、まあ、初回ね制球が甘め高め高めに入って持ち味出せず3失点するんだけども、まあ、徐々にね整ってきたんだけども、まあ、調子はそんなに良くなさそうな、感じだったかな。その中でねソフトバンクは初回ね足も絡めて連打で3得点逆転グッズで、まあ、オリックスはね、初回ワンアウトからね中川フォアボールで吉田がねツーランホームランって言って先制するんだけども、ソフトバンクはね初回周東がねライト前ヒットで盗塁で、今宮センタータイムリーで、牧原センター前ヒット、柳崎犠牲フライで、レース前にレフト前ヒットで、中村の内野ゴロの間に行ったわけで3点でね逆転していくっていうところでね、まあいい流れできたんだけども、ソフトバンク先発杉山ね4回3分の1、86球3安打1三振6四球3失点と、まあ、初球なんと17球すべてストレートで2失点、なぜっていうね、打たれてなかったらいいけどね、制球も苦しみながらなのになんで17球全部ストレートなんだろうとかっていうね謎の配球でございます。で、でたまにね力あるだけにね、まあ、ストライク入らないんじゃちょっとね良さ出ない、6四球でね、それはもう良さ出ないかなと。でオリックスはね、初回吉田のねツーランで、5回、ソロホームランね、ホームランね、この5回ホームラン吉田が打った後、まあ、ピッチャーね泉に変わって杉本フォアボールで、宗ねセンターへの、ツーベースをね8-4-2タッチアウトっていうね、一塁ランナー杉本ね、これは非常に素晴らしい中継だったね。シュートを牧原海だったかな、で海のまたタッチが最高だったね、このランナーにしに行くことなくベースの角に置いてそこにスライディングしてくるっていうところではね、中継守備グップレーでした。でね、紅林ね、その後、チャンスをね石田かなって思ったらライトへツーラン、このホームランでかかったね。で6回に、ピッチャーシーノに代わって伏見がツーベースで、2勝送りバントしてワンアウト三塁から長川のねタイムリーヒット、まあこれで勝負ありっていう展開だったかな。でオリックスはね、まあちょっと竹安バタバタするんだけども、村西近藤阿部平野とリリーフがね非常に素晴らしくグッドリリーフ、いい形でね続けたかなと。まあピッチャー頑張ってね昭和が打つっていうところではいい形の勝利だったかなと。で13日、5対4でソフトバンクサヨナラ勝ちっていうところで、これシュート祭りです。この日はシュート祭り、走攻守グッドグッドグッドビッググーです。はい、
あの2回表にね、長川のツーアウト満塁からのセンターオーバーのプレーあのやつをキャッチスーパープレー、あれ抜けてたらひょっとしたら負けてたからね。もう本当にこの走攻守シュート祭りワッシュイワッシュイみたいなね。あのオリックスはねフォアボールをね生かせずミス連発っていうところでね、敗戦。ソードバンクが初回ねシュートをねショート内野安打で盗塁で、今宮ねドラッグバンドこれね成功っていうところで、セカンド西野がねファーストに入るのが遅い。で山崎幸はね、低投して悪送球ね、二塁ランナーホームインでタイムリーエラーバーッとね。でノーアウト二塁で残って牧原ね、もう一回セーフティーね、あのドラッグバンドね。で今度セカンド西野守備が深いっていうところでアウトにしきれず、柳田レフト前でデス前にライトへ犠牲フライで、ここもう1点欲しかったね。そしたらもう終盤ちょっとバタバタすることもなかったんだけども、まあ、ここでね、しっかり先制して、でその後ね、3回表に西野はね自分のミスを取り返すっていうところでワンアウト満塁から、まあ、犠牲フライの最低限でここで1点返すけども、まあ、4回裏ねワンアウトから柳町センター前でリチャードね、サードゴロ宗光一バッと普通のサードゴロで、その後ね甲斐がショートゴロを打つんだけども、まあそれはね6にタッチアウトでシュートデッドボールで、その後今宮がねレフト前と、ここでね残塁にしないで残さないでしっかり1点取るっていうところでは勝利大きかったね。この2得点ね、今宮の2点タイムリーで、ソフトバンク先発武田ね5回3分の2 117球3安打5三振5四球、2デッドボール1失点と、前日の杉山に負けないぐらいの四死球の数、オリックスは3回までに6四死球もらってんのに1点しか取れずっていうところが痛かったね。で8回ねフォアボール絡めて同点に追いつくっていうところでね、やっと8回はね紅林ね、ピッチャー藤井が上がって紅林デッドボールで、西野がねセンター前ヒットで、ここで代打マッカーシー出るんだけど三振した後、ワンアウト1塁から伏見がねライトへのタイムリーツーベースで、福田フォアボールで、ワンアウト満塁から中川犠牲フライの吉田フォアボールで、杉本のファーストゴロ中村晃よく取ったけども、そこからね低く低投になって藤井がねベースカバー入って取り切れずっていうところで同点っていうね、ちょっと四死球多すぎるね。この試合ソフトバンクの四死球は全部で10個です。これはちょっと多すぎるね。でもこの試合はフォアボール祭りじゃないんですよ、シュート祭りです。はい、あの9回裏なんとピッチャー宇田川からシュートがライトへサヨナラホームラン、グッパッティシュート祭りね、シュートの盗塁内野安打から始まって中のビッグプレーになって最後はホームランでサヨナラ、シュート祭りだわっしょいわっしょいっていうねところです。はい、ナイスプレーで、14日2対10でオリックスの勝ちっていうところでね、まあ、オリックスね、ずっとリリーフだったビドルがなんと先発ね、5回65球2安打5三振2四球無失点と、あのリリーフの時はめっちゃ力感あって力いまくって投げてたけど、先発になってなんか力感なくいい感じでフォームのバランスもよく投げ切ったんじゃないのかなと。まあ1回だからね、まあもう1回複数回見ていかないといけないけどもね、もう序盤で試合決まります。4回表一気に7連打で7点です。ワンアウトから宗センター前、紅林、先制タイムリーツーベースで、マッカーシーセンター前で、山足が、レフトへタイムリーヒットで、伏見がレフト前ヒットで、福田ライトへ2点タイムリーツーベースで、ピッチャーここで和田からシーノに変わります。で中川センターへのタイムリーヒットで、吉田フォアボール、その間に盗塁で、杉本の時にねあのピッチャーゴロなのに、シーノ、その前にシーノのねワイルドピッチがあって、でピッチャーゴロで宗がね2アウト2、3塁からタイムリーヒットで一気に7点のビッグチャンスです。 で5回に3点ね、福田タイムリーで中川のタイムリーで、これで試合終了ね。ここもよ、あのマッカーシーがヒットを打って山足がセーフティーバンドするんだけど、これセーフティーバンドじゃなくてオグリバンドなんだよね。オグリバンドしたらファーストねリチャードが中途半端にピッチャーゴールなのよ、ピッチャー前なのよ、なのに中途半端に突っ込んできて帰れないっていうよくわかんない謎のプレーね。でこれを足がかりに、3点取られてもう10点、これはもうジエンドです。はい、ソフトバンク、全体で5安打、2得点打つ手なしです。はい、結果、2勝1敗でオリックスの勝ち越し。まだオリックスね、この勝ち越しは踏ん張ったね。はい、さあ続いて、楽天対西武、12日1対5で西武、13日4対6で西武、14日4対3で楽天というところで西武の2勝1敗で勝ち越しっていうねところになりましたけども、ね、この首位西武が勝ち越しは大きいね。で12日1対5で西武、ね、西武先発今井6回3分の2 112球2安打9三振2四球1デッドボール無失点と、まあ、6回までね1四球指にしっかりかかってね
指からのこの離した瞬間からの球筋っていうところがね、非常に出方が良かった、指にかかってんだなっていうところはね、ピッチング見てよく分かったね。で7回ね、1四球1デッドボールで久保に交代。これはね、もうベンチ采配が非常に素晴らしかったね。これバタバタする前に交代っていうところね、まあ今井の一つ の指標でもある見方としてはやっぱりこのね、ボールが暴れ出したら怪しいからね、そういったところではこの久保に交代っていうのは非常に素晴らしい交代だったかなと。で楽天先発岸ね、6回3分の1、113球、10安打7三振、無四球5失点と、まあ、若干ストレートに伸びないのかなっていうね。で、まあ、早い回にね、援護隊さえあれば、ひょっとしたら状況は大きく変わったかも分かんないけども、楽天はね、3安打っていうところで打つ手なし。ね。で、まあ、日本塁打にね、岸は沈むっていうところで、まあ、西武はね、中村が455、100得点、ホームラン、キッチ。ね。長くかかってすいませんっていうね、長くかかっても到達することがね大事なんだから、そういったところではね素晴らしいホームランね、この2回の表ね。で、6回には山川のねカーブをね、岸のカーブをレフトへツーランね。山川カーブが苦手なんちゃうかっていうね、各球団ねカーブ結構多投してくるけども、こうたまにやっぱ打つんだよね、ちゃんとね。交流戦でも上茶谷のカーブをねしっかり打ったっていうところで、で7回ね、殿崎が内野安打っていうところでね、この2点取るんだけども、ここもねピッチャーねグラブ弾いてね、浅村が逆突かれるっていうところでね、あれ多分もう触んなかった、浅村後ろいたからね、そこら辺のねこの守備位置関係っていうとかね、まあピッチャーも姿勢取りに行ってるから仕方ないんだけどもね、まあちょっとねアンラッキーだったかなと。でこの試合ね楽天は負けて貯金18がなくなるっていうね、ゼロになるっていうね、ところで次の試合ね13日4対6で西武っていうところで、楽天先発田中マー君ね、6回100球11安打6三振1四球5失点と、まあ制球はね甘め、そして高めに入り2打ちょっとキレもなかったかなと。で西武先発陽太ね、6回78球5安打4三振無四球3失点、まあ一発打たれるもストライク先行で球数少なく投げて、まあ試合をねしっかり作ったかなと。で楽天をねしっかり先制ねするんだよね。だから2回にね柴田センター前、岡島ライト前でね、まあ、しっかり左バッターがねチャンス作って、ノーアウト一三塁から辰巳のね内野ゴロの間に1点取るっていうね。でも問題の4回表ですね、ワンアウトから中村ショートへ内野安打で、相手レフト前ヒットで、ワンアウト一塁から栗山フォアボール、これが痛かったね。でワンアウト満塁になってオブレディがねライトへの逆転タイムリーヒット、ここら辺からもう甘めにねマー君入ってきて、でその後長谷川アウトに取るけども、殿崎がね天敵マー君からアップルパンチでね左中間へのスリーランホームラン、これは殿崎グッパッティ、でもちょっとマー君ねこれ痛かったね。でもその後よ、5回の裏にきっちりね渡辺がライトスタンドにツーランホームラン打って5対3になるから、まあここでねまだ若干わかんない。で7回にもね2アウト満塁から銀次がねレフトへタイムリーヒット打って1点差、これね太田ね三塁、まあこれはもう2アウトだからねレフトオグレディ若干送球それるやろっていうところでね思い切って回ってきたけども、コントロールよく送球されてねアウトになるんだけども、まあこれは仕方ないね、勝負だから。でもね問題はねその前、辰巳レフト前で茂木ライト前でノーアウト一三塁から、渡辺の、スクイズ、失敗っていうかねセーフティースクイズ、ここがね結局ね、この試合の明暗はね、西武楽天、セーフティースクイズの明暗っていうね。で、楽天はね、7回渡辺ね、セーフティースクイズするんだけども、まずはね、そのサードランナー、辰巳のね、スタートがちょっと遅すぎる。さすがに。で、これでね、ホームにアウトになる。で、ここで1点、ここ、同点だったからね、これうまくいけばね。で、9回、アイト、三塁ランナーね、山田、ワンナウ、ノーアウト一三塁から、アイトのセーフティースクイズ、ね。山田ヘッドスライディングリクエストでセーフ、グッド山田、グッヘッド、グッソール伊達にね、あの監督紹介でスプレーこうやってやってね顔隠したいね、なんかああいうことができる雰囲気にあるチームいいね。その冗談聞くね、やっぱこうああいったところがねこう最近のなんか社会のね上司と部下の関係でね、まあ、もちろんね威厳も作っていってるだろうしね、引っ張っていかなきゃいけないしある一線あるけども、ああいうちょっとおちゃらけだね、いい意味でねバカになれるような感じがあってね、クスッと笑える、でそれをね笑って許せてね頭バチンって叩くっていうね、あの雰囲気っていうかあの空気感をね
首位だからじゃなくて、まあ、あれを多分ね、まあ、もちろん最下位であんなことやってたらちょっと怒られるかも分かんないけどもね、その見てる人からね、でもチーム内では多分最下位だろうが1位だろうがね、多分ああいう空気感があるっていうところがね、いいねっていう感じにね見えましたね。あとあの発想力が素晴らしいね、あの山田のね、あれをやるっていうあのなかなか発想ないね、そういったね発想がこのねヘッドスライディングのタッチをねかいくぐるっていうところにもね生きてるかも分かんない、ね、この明暗が分かれた試合14日ね、4対3で楽天の勝ちっていうところでね、楽天先発ね、藤井ら、まあ、いい形で投げてたけど、やっぱ若干球が甘くなるところがね、まあ、気になる、まあ、3回39球、3安打2三振、1四球2失点と、まあ、このね、3回表の2失点もね、ワンアウト満塁から、ピッチャーゴロね、あれ取れてたらね、あの無失点でいけただろうと思うけど、弾いちゃってね、で、またあのセカンドと逆の方向に転がっちゃって、まあ、2失点。するんだけども、まあ、その後ね、森尾463ダブルプレーでね、しっかり打ち取ってね、まあ、追加点を許さなかったっていうところは素晴らしいけども、あのピッチャーゴロね、取りたかったね。でもリリーフで言うとよ、その後ね、まあ、福井がね、ホームラン、山川にね、打たれるんだけどもね、酒井、ブテリッツ、宮森、西口、松井、グッドリリーフ。宮森もね、育成から上がって、いい形のね、ピッチング続いて、で、西武はね、先発エース、6回88球、7安打3三振、1球3失点と、まあ、左のね、インコースも使うようになってね、そこをこれは幅を広げて良くなるんちゃうかっていうところでね、でまあこう今リリーフね平とかいないから、そんなね前みたいにもうはい6回終わったらパンパンパンっていくよっていうところも使いづらい、まあその前日もねスミスが買いまたぎでね抑えしてるっていうところもあるしね、で3回ここからねやっぱその被打率がね悪い島内がねレフトでホームラン、岡島センターツーベースで、辰巳がねホームランっていうことで3点同点に追いつかれるっていうね、ここもねやっぱインコース投げてんだけどちょっと甘め入っていくんだよね、でそこを見逃されずね打って同点に追いつかれて、まあ8回ねこの水上ね小深田ライト前ヒット入れて、この時にねただこれノーアウト一塁お決まりのようにねバンドかもするかもしれないから一回牽制しようかっていうね、軽く牽制したら後頭悪送球でね二塁行って、で基地送りバンド決められて、で浅村に犠牲フライバッとミスからねワンヒットであとミスからで、これは非常にもったいないね、でも楽天はそういうところねきっちり最後ね勝ち取って、あとはそのリリーフ陣のね先ほども言ったような踏ん張りっていうところは非常に良かったかなと思うし、まあエースもねやろうとしてることはねできてんだけども、対左のね被打率3割4厘右は1割7分5厘っていうねこの違い、まあそこをね出たからって言ってねしっかり打てるかどうかっていうところがね大事になってくるところで、島内ね、岡島そして辰巳っていうね左が2発ホームランを含めて一気にね3点取ったっていうところは非常にねグッパッて、ね、その後の牽制悪送球も含めたしってバッと楽天のリリーフ同士でグッリリーフっていうね試合展開、まあ、楽天はね3連敗したらちょっと危なかったんでね、ここまあ1回でも勝ててよかったかなっていうところだけど、首位西武はね2勝1敗でしっかり勝ち越したっていうところは素晴らしい試合展開でした。はい、続いてセリーグヤクルト対 DeNA、12日3対4で DeNA、 13日雨天中止、14日4対1でヤクルトということで連敗脱出っていうねところになりましたけども、12日ね3対4で DeNA 先発大貫ね6回85球4安打6三振2球2失点と、まあ、甘く入ったところをね、まあ、村上に、ツーランホームラン2回裏ね、甘く入ったところを2回裏に村上に、ね、センターホームランで、5回裏に、ね、長内にレフトホームラン打たれるもね、全体的にはコース低さ制球を非常にねグッとフォームもゆったりして、ね、そこからピッと、ね、腕も振れて安定感ある、ね、ピッチングだったと思います。でヤクルト先発小川ね6回97球8安打4三振1四球4失点と、まあ、コースはねしっかり投げているもののちょっと高いんだよね、そこを好調 DeNA 打線に仕留められるっていうところでね、DeNA はね、3回4回6回にねしっかり得点したっていうところもね、大きかったね、まあ、ヤクルトがね2回表先ほど言ったようにね村上が先制ホームランを打ってねよし連敗脱出するぞっていう中で3回表にね柴田センター前で大貫がねきっちり送りバントを送って下位から作ったチャンスで、桑原が同点タイムリーで、4回表もね2アウトから外がツーベース打って、ここワイルドピッチ止めたいとこだね、でその後ね峰井がしっかりねライトへのツーベースヒットっていうところでねしっかり、得点を、取っていくと、でね、6回も宮崎で、ライト前で外がね
ホームランっていうところでね、まあ、この5回裏にねオスナがホームラン打って同点に追いつかれて嫌な感じをしたけども、このね DeNA は取られたらすぐ取り返すっていうね、この鉄則をしっかりねできたっていうところも勝利に結びついたかな。ヤクルトはね8回裏に、2アウト満塁からオスナのねフォアボールで調子が悪かった代打山田ね、でここライトフライっていうところでね1本出ずっていうね、まあ、この試合はねやっぱりね村上がねホームラン打たれてから全部フォアボールで歩かせてたんだけども、4回6回8回とサンタナがブレーキっていうね、4回宮本ツーベースで塩見ファーストゴロで、ここでね4番村上はねフォアボールでね歩かされて、ワンアウト1、3塁からサンタナがね4-6-3ダブルプレーね、で6回ワンアウトから宮本がまだレフトへツーベースで塩見打ち取って、で村上また敬遠気味のフォアボールでサンタナがねファーストファールフライで、8回丸山デッドボールで宮本フォアボールで塩見はねヒットで、ここでねワンアウト1、3塁からまた村上はねデッドボールでサンタナが三振で、オスナねフォアボールで1点取るけども押し出してね、まあ、ちょっとサンタナが一歩打てればっていうところねちょっとブレーキになっちゃったかなと。であと8回裏ね三塁ランナー塩見でね山田の初球パスボールもねスタート切れず、これ行ってたらっていうね、この最後代打山田出てきて2アウト満塁ね、ピッチャー入江だったかな、入江ね初球ね峰井パスボールすんのよ、コロコロと転がって、でそれをね塩見がね躊躇していけなかったのよ、あれ言ってたら多分セーフだったと思うんだけども、あそこスタート切れなかったのも痛かったね。 DeNA はね運もね味方につけて4回ね峰井ライト前ヒットね、これこうでもね小川のスライダー高いからねコースは良かったんだけど、でボール気味ね食らいついていってカンチャンでね1点取るとかね、そういったところでも粘り強いバッティングはね DeNA あったかなと。で13日はね雨天中止で、14日はねやっとヤクルト連敗脱出っていうところで、もうここね高津監督もよしと打順変更やというところで、1番山田、2番サンタナ、3番塩見、4番村上、5番中村、6番オスナ、7番浜田、8番長岡、9番ピッチャー小沢っていうねところで、山田を1番に持ってきた中よ、初回にワンアウト満塁から宮崎に押し出しデッドボール、その後ねよく外をね 1-2-3 ダブルプレー取ったからよかったけども、まあいい形で行きたいってところでね先制されて、おやってなったところでよ、1回裏山田初球先頭打者ホームラン、もう1番入ったから絶対初球から思い切っていってやろうってね思ってたところのね結果出て、これでね山田ちょっと好転していくんちゃうかっていうような一歩ね。で4回裏にサンタのフォアボールで、今度塩見がね3番に入った勝ち越しツーランね、で、村上フォアボールで中村レフト前ヒットで、オスナね三振するも悪送球こう止めていかないじゃん、で浜田のねショートゴロの間に1点あげるっていうね相手のミスも講じながらしっかりフォアボールを重ねてね、4点取っていくと、もうあとはねもうリリーフで踏ん張るぞっていうところで、クォーターがね4回3分の1 88球、4安打4三振3四球2失デッドボールね1失点と、まあなんとか踏ん張ってね、この外のね初回のやっぱりこのダブルプレー、これが非常にね大きかったかなと。その後ね、木澤コンの梅野清水マッガフとノーヒットピッチングで逃げ切って、やっとヤクルトの形がねできた勝ち方、これでね好転していくのかどうかっていうところでは、この1勝ね非常に大きかったんじゃないでしょうか。結果ね1勝1敗の5分っていうね形になりましたね。さあ続いて巨人対広島、12日5対6で広島、13日4対1で巨人、14日3対2で巨人、巨人の2勝1敗で勝ち越しっていうところになりましたけども、12日ね5対6で広島なんですけど、広島先発大瀬良ね3回62球5安打3三振1四球5失点と、まあこの球離れが悪くねもうやっぱこうかかってないんだよね、で制球がねしっかりついていかないっていうところではなかなか苦しいピッチング、巨人先発堀田ね4回3分の1105球6安打、三振0 4四球4失点と、まあストライクボールはっきりして、甘め真ん中へってなってね、ちょっと制球甘かったかなね、で広島戦、ね、初回2アウトから、ね、連続フォアボールで秋山マクブルームフォアボールで2アウト1塁から西川が、ね、レフトへのタイムリーツーベース、西川復帰してから打線の周りがめっちゃ良くなってるね。でも巨人は、ね、1回裏に、先頭吉川フォアボールで死刑のバウトになるけども丸が、ね、同点ツーランホームラン捉えたら取り返すぜっていうね。で3回裏ワンアウトから重信ライト前でここで盗塁で丸がねセンター前タイムリーからの中田がね左中間にツーランホームラン、正直これで5対2あ勝負あったなってこのまた中田が打ってと思ったけども、5回表にね野間がフォアボールで菊池ライト前ヒットで一三塁になって秋山のね犠牲フライで、ここで終わらないでワンアウト二塁からマクブルームのね
レフトへのタイムリーツーベースで2点で1点差に詰め寄るっていうね、中で8回ピッチャー平内、ね、マクブルームライト前ヒット、ここでダイソー曽根が出てきます、ね、で西川のレフトへのタイムリーツーベースになるけども、このダイソー曽根がねファーストから一気にホームイン、ぐっそり、ね、でその後坂倉のねセカンドゴロ、しっかり進塁打打ってワンアウト三塁になって、小園がねきっちり犠牲フライ着実に、でこれで逆転っていうね。で巨人はやっぱ岡本の調子が上がってこないっていうのがね、まあ痛いなっていうところと、若干煽り気味でね、だからこう差し込まれてるかなっていうねところはあるけども、まあなんとかねリリーフ陣、大瀬良の後ね薮田堀江でケムナね矢崎栗林とね踏ん張って、最後は栗林が3者連続三振というところでね、しっかり逃げ切った勝利。13日はね4対1で巨人というところで、巨人先発直江ね6回88球3安打6三振1球無失点と、初勝利おめでとう、グッピッチ、ね、でこの上からね下へしっかりね投げ下ろす感じでスピンも効いて、でゆったりしたフォームからクイックスローっていうね、で腕も触れて球離れも良くて非常に素晴らしいピッチングだったかなと。で4回表がね最大のピンチっていうところでね、ここで無失点にね防げたっていうところがね一番の大きな転機だったかなと。4回表ね、菊池がセンター前ヒット、秋山三振取るけども、マクブルームね内野安打、このワンアウト一三塁からね一番怖い西川を三振、最後フォークボールねめっちゃ切れてた、で坂倉セカンドゴロ、ここをね踏ん張ったのが一番ね勝利に、結びついたかなと。でジャイアンツはね初回1回裏ね、吉川のショートゴロを小園悪送球バッと、ね、あのワンパンになって悪送球で、その後重雄もねバスタ、これね高めをねしっかりヘッド立ててファールにしないでレフトへのね、タイムリーツーベース、非常に重雄グッパッと、ね、でその後ね、丸が、進塁打セカンドゴロ進塁打を打って、好調中がねレフト前タイムリーとこう2辺ね、先制して、で4回にポランコ、そして大城のね2本のホームランで4対0でね、その前に4回にはね先ほど言ったように直江がね非常にいいピッチングで広島打線をね抑えたっていうところで流れが来たかなと。で広島はね7、8、9ね、ねチャンス作りながら1本出ずっていうところでね、7回2アウトからだったけども、琴のね磯村が連続タイムリー打って代打ね堂林、ここがセカンドライナーでアウトね、8回これも2アウトからだけども、秋山マクブルームが連続ヒットでね2アウト1塁西川頼むっていうところでも西川がねファーストゴロで、9回坂倉がやっとホームラン打って1点取るけども、まあ、それで終わりっていうところではね、まあジャイアンツのね投手陣ランナー出すけども、直江赤星今村ね大勢とまあ踏ん張ったかなっていうね、ギリギリっていう、でも直江がね一勝挙げて、お父さんはね甲子園で2勝してるっていうところではね、お父さんインタビュー答えてました、この一勝は直江にとって非常に大きな一勝ですっていうね、まあお父さんの夢もね、詰まった、息子のね頑張りっていうところでは非常にね素晴らしかったんじゃないでしょうかね、直江にグッズ、はい、14日3対2でね巨人っていうところで、巨人先発ねシューメーカー5回90球5安打3三振2四球無失点とね、低めにねしっかり制球できてね、コントロール制御できてかなと、ね、まあ、中盤ちょっと苦しくなってくるとね高めに浮いてくるっていうところがね若干心配になったけども、5回のねピンチね、先頭アウトに取るけども、上本フォアボール、野間ライト前ヒット、で菊池サードゴロアウトに取るけども、ツーアウトに三塁から秋山のねレフトフライをポランコがフェンス際ジャンピングスーパーキャッチグッチ、これもしね取れてなかったら多分巨人負けてたね、それぐらいのポランコがね救ったプレーだったかなと。で巨人はね4回裏丸フォアボールから中田がねツーランホームランっていうね91打4番が非常に素晴らしい活躍、そして8回ね7回表にね広島は菊池のねレフトへの同点タイムリーツーベースで追いついて、ここまでが巨人だったらこれでね逆転されて負けるんだけども、8回裏ね吉川センター前ヒットで、ここでねダイソー増田出てきてね盗塁グッチね、で、重野も送りバンドで、丸がね、タイムリーヒットっていうところで足も絡めてね一試で1点取りに行くっていうところはね非常に良かったかなと。で広島はね7回に2得点するんだけども、ヒットは出てんだけどね、こう連打っていうところで続かず得点できなかったっていうところはね、こう13日の試合と一緒かなっていうね、流れで、あとはジャイアンツはね
しっかりこの日もねリリーフが、井上がね、まあ、2点取られるけども、高梨クロールね大勢っていうところはなんとか踏ん張ってね、だからやっぱこのリリーフの踏ん張りがねジャイアンツはねこれ勝たしてるかなっていうところでも、終盤のね巨人の戦い方っていうところはこのリリーフのね踏ん張り頑張りっていうところがね非常にチームにね勝ち負けに影響してくるんじゃないのかなと。広島はねやっぱこう続かなかったっていうね、こう一歩欲しいっていうところで打ち切れなかったっていうところがねちょっと巻き越した試合になったかなと。結果ね2勝1敗で広島の負けです。これちょこちょこ間違うからね、2勝1敗で巨人の勝ち越しです。はい、さあ最後です。はい、阪神対中日、12日0対4で中日、13日0対2で中日、14日4対5で中日、なんと中日3連勝でございます。タイガースファンの皆さんしっかり見ておきましょう、総チェックね。はい、ということで12日ね、0対4で中日っていうところで、この日ね、阪神先発西ね8回132球7安打6三振3四球4失点自責3というところで安定したりしてたけどね、まあ、初回ねこの2点目のエラーっていうところが痛かったのと、早い回に援護点あれば勝ったんじゃないのかっていうところではねちょっともったいなかったかなと。で中日は初回ね2アウトから阿部がセンター前、ビシエドがセンター前で、平田センター前で1点で、この後ね木下のサードゴロ、糸原ファンブルでタイムリーエラー、これ痛かったね。で2点、先制されて、で8回にね、ダメ押しの2アウトから平田センター前で、木下のね3ボール2ストライクからチェンジアップね、見逃せばボールになるかもっていうところをねレフトへのホームラン、クッて、ね、バットがね長く感じるっていうねところで非常にねすくい上げた素晴らしいホームランだったかなと。で中日先発大野ね9回103球4安打3三振2四球1デッドボールね無失点完封ですね。阪神は2回4回9回のダブルプレーが痛かったかなっていうところだけども、大野のね右バッターへのアウトコースのツーシームっていうところは抜群で、それをしっかり投げ切っての打ちストレートまっすぐの制球力っていうところも素晴らしかった。まあ、タイガースはもう打つ手なしっていうところでね、まあ、2回、ね、ランナー出るけども梅野はね 6-4-3 ダブルプレーで、4回先頭糸原出るけどもロドリゲスが 5-4-3 ダブルプレーで、9回先頭島田出て糸原フォアボールで出るけどもロドリゲスがねまたダブルプレーっていうところで、ね、このダブルプレーね大野はねツーシームでねゴロを打たせていくっていうところでは非常に素晴らしかったかなと。阪神はこのダブルプレー痛かったかなっていうところです。で、13日、0対2で中日っていうところで、中日先発小笠原、7回119球4安打、11三振、2四球無失点と、まあストレートはもちろんだけども、あのナックルカーブ、チェンジアップ、スライダーの変化球の制球力、あの腕の振りっていうところは非常にね、グッピッチング、素晴らしかったかなと。で、阪神先発藤浪ね、7回107球4安打10三振、無四球1失点、もうね、藤浪のもう良さ分かったね。あのフォームが縦振りできてるかどうかだけだね、多分ここがね一番のポイントだと思う。フォームの横振りになった時はやっぱりいい感じないけど、やっぱ縦振りになった時体の使い方も含めて非常にいいピッチングだから、今日のフォームだね、この縦振り感っていうのをね忘れないでほしいっていうところでは、無四球だからね非常に素晴らしかった。だからタイガースとしてやっぱこの藤浪にね勝たしてやりたかったね。まあそれ以上にね小笠原のピッチングが良かったっていうところだけどもね、中日はね6回8回と少ないチャンスで着実するものにしたっていうね、ドラゴンズはどっちかっていうとねこうチャンスをものにできないっていうところでね、ここまでちょっと負けてきたっていうところもある中で、6回ね、先頭辻田センター前で小笠原ね送りバント成功して、まあここで暴投っていうところでね、ちょっと梅野ね、まあ藤浪ね難しいよ、どっこるか分かんないからね、でもちょっと簡単に行き過ぎてるね、顔上向いてるからね、やっぱ顔下向けていかないといけないっていうところはちょっとね、あのブロッキングの姿勢ができてないっていうところはちょっとバッと、しかもそれでね進塁させて奥林にねセーフティースクイズっていうね、いきなり、でもこれはね立浪采配グッとね、ワイルドピッチしたすぐ後にセーフティースクイズ、これはねもう防ぎようない、もうね非常に素晴らしい。ノムさんはワイルドピッチした後にスクイズしてきたからね、これでスクイズしたら嫌やな、ツーボールワンストライクでしょ、外せないしな、やりそうだなノムさん、でも外せないよな、やんのかな、いやらしそうだしやるよな、で本当にやってきたっていうぐらいね、このワイルドピッチした後のスクイズっていうところが非常にね効果的、作戦もね素晴らしかったかなと。で、8回の表もね、辻田がライトの二塁打、辻田がねチャンスメーカーで、代打三ツ俣が送りバントで、岡林がね、ショートゴロフルダッシュチョイスでね1点を上げるっていうところでね、非常にね素晴らしい走塁、三塁ランナー土田ねホームへのヘッドスライディングクロスプレーでセーフ、
ね、リクエスト判定で、まあ、梅野のねタッチ空振りでもこの土田のこの途中からクッて横になってんだよね、あれで空タッチになったのか、まあでもそのね判定セーフっていうところで、まあ、リクエストのね判定を覆すほどの動画がね、梅野が絶対タッチしてるっていうのがなかったんだよね。でそういったところでは最後のこの土田のクッっていうねこの腕の使い方がね良かったのかなっていうね、こういったところではもう力でねねじ取ったこの2得点っていうところは非常に大きかったかなと。で阪神はね4回8回チャンスでねクリーンアップ、ここで0点じゃやっぱきついよね。4回もね、糸原フォアボールでロハスがねツーベース打ってノーアウト2、3塁から佐藤、陽川、山本3者連続三振、これは痛いよね、ここで1点でも取ってればっていうね。で8回代打先頭原口ね、センター前で島田がレフトフライで糸原ライト前ヒットでワンアウト1、2塁作るけどもロハス三振、佐藤レフトフライとね、まあやっぱりチャンスクリーンアップにチャンスメイクできてんのにもそれクリーンアップが打てなきゃそれは負けるねっていうところでは、中日のね力でねじ込んでもぎ取った2点で、それをねきっちり小笠原、そしてロドリゲス、ライデル・マルティネスとね踏ん張って勝ち越し、ね、試合でした。で14日ね、4対5で、中日っていうところでね、まあ阪神はね1回から3回、まあ、回まで全部ダブルプレー。初回ワンアウトから山本レフト前ヒットを出るもロハスがね6-4-3ダブルプレー、で2回、先頭佐藤フォアボールで出るけどもロドリゲスが5-4-3ダブルプレー、で3回、ワンアウトからガンケルセンター前ヒットで島田のセンター前ヒットでワンアウト1塁チャンス作るけども2番山本5-4-3ダブルプレーと、もう3イニング連続でダブルプレー潰してたらそりゃ失点するよねっていうところでね、3回表に中日はね、まず土田がねチャンスメーカーになってライト前ヒットで橋本送りバントで岡林がね、タイムリーヒットでここでねガンケルがファーストへ悪送球バッと、ね、で2アウト3塁になって阿部がねしっかり2アウトからでもタイムリーヒットを打つっていうね。で5回表に辻田のショートゴロ山本悪送球バッと、最近まだエラーがやたら多くなってきてるよ阪神ね。で、橋本ねスリーバント失敗試みるもまあリーフから先発に来たからね多分もうやってないんだろうね何もね。でもその後小林センター前で後藤俊太がね仙台の2点タイムリーツーベースで後藤グッズ京セラドームで頑張りねオリックスファンも喜んでるよっていうね、ところで4対0になってあこれこのままとドラゴンズの3連勝やなってなったところでよ5回裏ね今季初昇格井上がね、三振するけども梅野センター前代打ヨーカーデッドボールで島田ライト前でワンアウト満塁から山本のね犠牲フライでなんとここでロハスがレフトへスリーランホームラングッバッティやっと出たぜクリーンナップっていうねところで同点に追いつくんだけどもねまさかの展開9回ワンアウト一三塁から代打木下ねスリーバンドスクイズねカウントがワンボールツーストライクまさかのスクイズ動くね立浪監督動くしかもこの動きがねいい方向に来てるこの3連戦動いたよ。そしたらピッチャー岩崎ね分かったんだろうね高め投げなかった投げたらよ高め投げすぎてよ暴投決勝点しかも木下も頑張ってやりに行ってたからまあやることなすことは阪神はうまくいかなかったね。でも逆にドラゴンズはやることなすこと全部うまくいったっていうねまあ本当に明暗でもこれはまあねドラゴンズの投手陣がよく頑張ったっていうところとねやっぱ阪神はやっぱりそのクリーンアップでチャンス持っていってんだけどやっぱ佐藤がね打てないっていうところはね去年もこの時期全くね打てなくて最後60打席ぐらいノーヒットになってきたからね、まあ、ここ本場どころかな2年連続そういうわけにいかないしね逆にドラゴンズはね、いい形の、試合展開になってねこの3連勝っていうところは大きかったんじゃないでしょうかっていうねところです。はいさあ行きましょうベストラインです。今週のベストラインパ・リーグからピッチャーソフトバンク石川パワーカーブ、はい、キレキレでした。キャッチャーオリックス伏見週刊全試合ヒットファーストオリックス中川 PL もう甲子園には帰ってこない。セカンド西武殿崎アップルパンチマー君からの一発、はい、サード西武中村拓也455ホームラン1000得点素晴らしいおめでとう。ショート西武源田週間10安打ノリノリです、はい、レフトロッテ小木の古軍奮闘センターソフトバンクシュート総攻守グッチシュート祭りです。
ライト西武愛と花咲徳栄高校です、はい、DH オリックス吉田気づきはもう打率3割リリーフ日本ハム井口1勝1ホールド1セーブ素晴らしい。セリーグピッチャー広島森下四球ゼロです無四球のピッチング。キャッチャー中日木下木の拓最後のスクイーズできなかったけど暴投殺を、はい、ファースト巨人中田第91代4番です。セカンド巨人吉川中京高校から中京大学。サードヤクルト村上ゴートショート阪神山本守備もしっかり頑張る。レフト広島西川復帰してからすごい。センター巨人丸ライト中日岡林もうレギュラーとして外せない。リリーフ中日ロドリゲスエスクエラアルマンドメストレ高校です、はい、さあ終わりです。1時間きっちりです。撮影は編集したらどうなってるか分かんないです。もう消極事故もう疲れたんで頑張ってください。どのチームももう終わっちゃいますよ、ね、阪神ヤクルトです。神宮でもう負けれませんよ。 DeNA 巨人ここで負け越したら巨人もう A クラス遠のいちゃいますよ。 DeNA ここで勝ち越したら A クラス盤石になりますかね。広島大中日負けた方がもう落ちます。消化ゲームの発表しなきゃいけなくなります。日本ハム大楽天楽天日本ハムに最近負け越してますよね。ここ踏ん張れないと B クラスになっちゃいますよ。日本ハムここで大きく勝ち越したら5位も見えてきますよ。西武対ソフトバンク1位に争うどちらが出ていくんでしょうかね。3連敗は禁物です。オリックス対ロッテオリックスここ大きく勝ち取れば A クラス入りはたまた優勝狙えますね。ロッテここでもう前越したら B クラス確定になっちゃいますよ。下の北の大地のキツネダンスが近くなりますよ、はい、さあ最後にパリーグ TV さんとのねコラボです。エキサイティングモーメンツパリーグ今週のピックアップ選手プレイはこちらです。ドルルルルじゃんソフトバンク周東の周東祭りね、さよならホームラン編集できればねスーパープレイも入れてあげてほしいなっていうところはあるけども周東祭りですおめでとう。